野口英世って人も俺あのフリーメイソンだし、大体お金の紙幣になってる人はみんなフリーメイソンだからな。お金って怖いなって、称号も怖いけど、ただみんなのお金なのに、あのその通貨発行権奪ってんのフリーメイソンだと。だから予算とか地方にあんま配らないじゃない。なんか金髪をくれ、あの作るとお金やるよって言うけど、だけどみんなのお金なんだよね。どうして頭下げに行かなきゃいけないんだろうねって。一体もう仕事とか子供作んなければいいでしょっていうこと。どうして後継ぎ作ろうとするのかよくわかんないよ私は。あの明治の頃からよくわかんないよね。 YouTube とかで昔の映像を見ててる、あのどっかで北海道でね、あの岩盤崩落したことあるの90年代にね。で岩盤が崩落した時に、その時のじゃないか、自分が生まれる前の話か、その時の岩盤トンネルの岩盤が崩落した時に、あの親の、あの言う言葉、自分の可愛い跡取りがとかね、跡取りの息子が亡くなったとかね言うの。ということは跡取りの作るために子供作ってるってことでしょ。いや子供作る時にあの目的化してる。だから親自体がもうフリーメイソンになっちゃってるんだよね。あの子供を売るやつもおるの。日本でも結構子供売られてるんだよ、あの食い物。結局人身売買といって、あの現金にするために売る人もいるんだよこれ。あの港から出てるのだから。だから最近鉄道よく止まってるけど、今調べに入ってるのかそうは知らないけどね、あのコンテナとかエバーグリーンっていうとこはそうだったんだけどね。あのロシアのプーチンさんと、トランプさんのトランプ軍っておるんだけど、あの船をね座礁させたんだよ、ね、エバーグリーンっていうとこで。エバーグリーンからねやっぱり肉が出てきたんだよね。あの大人の人も出てきたけど、うん、やっぱコンテナで相当人運ばれてるんだと。リンカーンの時代からずっとやってきたんだよねこれ。リンカーンの時も失敗したんで、リンカーンさんがやられちゃったんで、 CIA にやられて、ケネディさんもやられて、でトランプさんもこの前やられて、うん、なんか普通じゃないんだよこの社会ってね。あのそれで日々生活して紡いでいくんだったら子供作らんことやね。あの自分たちだけ犠牲になればいいけど、あとの人はもっと大変なことになる。はっきり言うと、あいや山崩しとか言ったでしょ前からね。山削ったり大人の人が削りに行ってんじゃん地元のね。でお金をそこに投げるわけ、会社に対してね。でダンプの運転手が山を削りに行くじゃん、パワーショベル乗ったり。で太陽光パネルつける人たちいるじゃない。だけど中国のため働いてるんだよそれって、はっきり言うけど。で山を削るってことは水がなくなっていくって前も言ったんだけど、で半導体工場作ってんじゃない。じゃあ半導体不足って嘘なんだけども、山もあの結局山食べ物をなくすために山削ってるのと、あと土砂崩れが起きりやすくするために山削ってるんだよっていうことね。なんか労働者もアホなんだよ、言っちゃ悪いけどね。じゃったら財務省とか倒しに行かなきゃならんでしょ。怖いって言ってるんだったら子供作らんことだね。うん、抜け道がどうせないんだったら命がけで倒さなきゃいけないんだよ、みんなでね。一人で倒せるもんじゃないんだよこれは。メディア倒したりね、メディアだって倒さなきゃいけない一つでしょ。でそういうブラック企業も倒さなきゃいけないじゃない。あの枯れ葉剤撒いたあのビッグモーターあったでしょ。枯れ葉剤って何でか知ってる？生物兵器だよ。だけど生物兵器持って撒いたのにどうしてか伊藤忠があの再建してるじゃない。で伊藤忠っていうとこは中国なんだよね会社はね。あの日本の会社で一社もないって毎回言ってたんだけど、伊藤忠も中国の会社なんだけど、あのファミリーマート経営してるけどね。であのそのビッグモーターを再建すること自体がもう違反なんだよね。あの枯れ葉剤撒いたっていうのはベトナムと一緒よ。ベトナムでね枯れ葉剤撒いてね、あの国家人体に影響いっぱいあったんだよね昔。アメリカの在日のサッパーは CIA か知らないけど、そこのとこがベトナムであの枯れ葉剤撒いたんだよ。で体がくっついて生まれた人いたの、名前言わんけどね。あの兄弟でひっついて生まれてきたの双子の子がね。で片方の方は亡くなっちゃって、片方は生きてるけど、お腹がひっついて生まれてきてたから切り離しは一応したんだよその状態はね。名前言えばいいよ、それはもう失礼に当たるからね。余裕、まあ熱調べたらすぐ乗ってんだけど、そんなもんね、そんなもんっておかしいんだけど、ちょっと言い方がおかしかったね。やっぱり自分たちで調べないから陰謀論で